界選手権の後のインタビューです。はい、お疲れ様でした。まずは第一声お願いします。あ、お疲れ様でした。まあ、もう出し切ったので、満足してます。はい、途中コース思ったようなコースでしたか、あるいはなんかこう意外なことがありました、何か。いや、もうスピードがやっぱりもう速くて、前半から僕も結構行ってたつもりだったんですけど、それでももう全然つけなくて、で中盤からはもう順位も結構落としながら行ってたんですけど、まあまあ、さっきも言ったように自分の力はもう出したので、もう満足です。はい、こういう普段、まあ、スタート前に聞きましたけど、やっぱりこのいざ世界選手権という舞台に立って走るのって普段とは違う気持ちになりますか？そうですね、まあ、走ること自体は、多少その外国人選手がいたりとか雰囲気がやっぱり良かったりで違うと思うんですけど、まあ、それよりもここに来るまでにですね、いろんな人に支援していただいたりとか、そういう面でちょっとこう気持ちの部分では入るものがありました。はい、おめでとうございました。お疲れ様でした。はい、ゆっくり休んでください。